皆さんこんにちは、アトリエリベラの高橋貴子です。本日は物語の9ということで、開業後の問題を解決するために一番最初に取り組んだことということについてお話をしたいと思います。前回ですね、開業前に知っていた教室開業の課題ということで、集客というのが分かっているということをお話ししました。ですので、それを解決するためには何が一番有効かということで調べたときに、やはりインターネット集客がその当時では有効だなっていうふうに思ったんですね。ですので、その最初に私が身につけるべきスキルはインターネット集客なんだっていうことを、教室開業前から理解していたので、独立するという部分で思っている気持ちがあるところにおいて、水面下でですね、そちらの方のスキルを身につける勉強を始めてました。その段階で会社員は勤めてましたけれども、コンサルの先生、ネット集客のコンサルの先生のところに入り、アドバイスをいただきながら、開業のためにどんな準備が必要なのかということを、準備をしていきました。本当に当時ネット集客の言葉っていうのは非常に難しくって、初めてその先生のセミナーを聞いた時に、あまりにもわからない言葉が多すぎて、これをわからないと独立ができないのかって思ったぐらいにびっくりして、すごく勉強した記憶が残ってます。ですので、そこのところを自分で知識として覚える必要があると思った時に、コンピューターの方はそんなに不安はなかったんですけど、ネット集客に必要な部分のスキルっていうのはまた別なんだなっていうのを理解したので、そちらを少しずつ学んでいくようにしました。で、同時にですね、開業後っていう部分で考えた時に、会社を退職した後にウェブで集客が絶対に必要と思った時に、どうしてもその知識が必要かなと思いまして、ウェブデザインとかホームページを作るとか、そういったところの学校に3ヶ月ぐらい通ってました。で、そこを、やることによって、自分である程度更新とかサイトを作ることができると、スピードがかなり速くなるし、お金の節約になるに違いないと思って、そのスキルも開業前に身につけてました。ですので、一番最初に取り組むべき、その時の私の当時の課題は、集客でしたので、一番、効果的なのがネット集客っていうふうに思いましたので、そこにフォーカスをして最初に取り組みました。ですので、皆さんはいきなりそこを目指すっていうのは難しいと思うので、そこは必要だっていうことを理解していただいた上で、必要な順番で、皆さんがやっていっていただきたいことを、私が体験したことをベースにお伝えをしていますので、そのあたりを一つの基準として考えて動いていっていただけるように、講座の方は組みます。私が今というか今後もそうなんですけど、自分の持論として持っているのは、自分がやってないことは人には伝えないということですね。自分が試したからこうなるよっていうことを話をしています。例えば網風呂1000本って言ったら、私は1000本以上記事書いてます。 YouTube 1000本って言ったら、私は YouTube 1000本以上やってます。自分がやってないことは人にはやらせられないので、必ず皆さんがやっているものよりもさらに先のことをずっと私は経験し続けています。ですので、どの段階で皆さんと私が出会うのかっていうのは分かりませんけれども、その段階でも最新のネットマーケティングとかを常に取り入れながら、私は教室を運営したりとか、事業の方を変革していってるので、そのあたりのエッセンスを皆さんにも受け取っていただければというふうに思っています。